気っていうね、まあ、富の気って書くんですけど、不気のエネルギーに触れるのは次につながるので、すんごくいいですね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル、始まります。さて、10月最後のね、開運日として、28日に一粒万倍日がやってきます。この日の誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、27日に引き続き、2日連続の開運日です。で、この一粒万倍日は、来月に備えて新しいことを始めたり、準備のために新しいものを買ったりするのに、とってもいい日ですね。で、今日は28日にしたい開運アクションとして、3つお伝えしたいと思います。まず、1つ目の開運アクションは、開運フードです。で、この日はね、陰陽五行でいう、木のエネルギーが運気アップの鍵です。この木のエネルギーは、酸っぱい味覚に宿っているんです。なので今日はその視点からおすすめのフードをご紹介しますね。で、まず金運にはお寿司です。ね、酢飯の酸っぱさが木のね、エネルギーを運んでくれます。あとはしめ鯖とか、お酢で締めているお魚もいいですよね。なんで木のエネルギーがいいかというと、仕事運や発展の運気があるからなんです。で、金運を上げるには仕事が発展していくことが重要ですよね。なので全ての運気に木のエネルギーは大切なんですけれども、特に金運には必要なんです。で、お寿司をね、お家で食べるときはほとんどの人が買ってくると思うんですよね。自宅でお寿司を握るっていう人はプロかよほどの料理通になると思うんですけれども、もちろんお寿司屋さんでテイクアウトしたり、スーパーやデパートの食品売り場でね、買ってくるのでも OK。その場合、買ってきたプラスチックのね、容器のままではなくって、必ず器に移して食べるようにしてください。あのね、陶器の器ではない簡易容器だと、安いエネルギーを取り入れることになってしまうので、まあ、ここはちょっとね、注意するといいかなって思います。そして次に、この日の強運フードは、梅干しです。で、酸っぱい食べ物の王様ですよね。で、梅干しには邪気払いの効果があるんですよ。あとは実際に殺菌効果があったり、塩分があるのでね、素早いミネラル補給として体の状態を良くしてくれますね。肉体労働の大工さんとか、梅干しをね、常に持参してるという話を聞いたことがあるんですけれども、特に夏の暑い日には、熱中症予防にもなるし、疲労回復にも効果がありますよね。それに出かける前に食べると、災いを免れるラッキーフードでもあるんです。なので、この日はできたら朝にね、梅干しを食べてから一日をスタートするといいです。家にない場合は、コンビでカリカリ梅を買って食べるのも OK ですね。そしてこの日のラブーンアップは、レモンティーです。もしくはね、レモンです。レモンの酸っぱさはコミュニケーション能力をアップしてくれる味なんですね。パートナーと良いコミュニケーションを取ることがラブーンをね、アップさせる最強の方法ですから。ぜひレモンを食べ物にかけたりね、レモンティーを飲んでラブーンをあげてくださいね。そして二つ目の開運アクションは、この日の開運掃除をお伝えしたいと思います。で、一粒万倍日ですから、やっぱり金を上げたいですよね。で、金アップとしてこの日はリビングを掃除しましょう。リビングは家族が集う場所でもあり、リラックスしてね、過ごす場所でもありますよね。で、多くの時間を過ごす場所なので、心地よいなぁと感じるようにしておくことがとっても大事です。そのために、まずは掃除。で、綺麗になるとね、まあそれだけで心地いいですよね。そして家具の配置も意識してほしいんです。リビングにソファーを置いてるお家が多いと思うんですけど、ソファーに座った時ね、リビングの入り口がちらっとでもいいので見えてますか？座った時に入り口が見えないと、後ろ盾が得られなかったり、
何かの障害が起きてしまうかもしれないっていうのがあるんですよ。なのでちょっとだけでもいいので入り口が見えるように配置するといいですね。とはいえですよ、ソファーは大きいので配置替えが難しい場合は鏡を上手に使ってドアが鏡に映るように工夫してみるといいです。で、それからソファーを向き合うように配置してるとそれぞれのソファーに座る人の意見が合わないっていうことになってしまいます。そうすると家族間でね、意見の衝突とかすれ違いの原因となってしまうので、ソファーが向き合わないようにするといいんですよ。これもスペースの関係で配置替えが難しい場合はソファー同士の間にね、テーブルや台を置いて、そこに先が尖ってないクリスタル製の雑貨とかを置くといいです。で、雑貨じゃなくてもクリスタルの原石でもいいですからね。先が尖っていたりね、角があるとそこから鋭いエネルギーが出てしまって余計にね、相手を攻撃してしまうかもしれないので、角が取れるように磨いてあるようなものをね、選んでください。そしてリビングにこれがあるともっと金が上がっちゃうよ、もっともっと上がっちゃうよっていうアイテムをちょっと3つね、ご紹介したいと思います。で、この日は、カニ座からね、獅子座へと移動する日なんですよ。なので獅子座に縁のある金色かオレンジの色、パワーある雑貨を置きましょう。で、ゴールドというとね、きらびやかな派手な雑貨がいいのかなと思うかもしれないですけど、自分が気に入ったもの、これがあると元気が出る、パワーが出てくるっていうものを置くようにしてください。で、リビングは家族も集まる場所なのでね、できたら家族みんなの好みのものがいいんですけど、家族が多ければ多いほどね、全員の趣味が一致することはなかなか難しいですよね。その場合はオレンジ色の花を生けるのでもいいです。オレンジ色のガーベラやバラなら比較的手に入りやすいかな。ね、ちょっとね、手に入りやすいちょっとオレンジ色のお花がいいと思います。ぜひ飾ってみてくださいね。そしてリビングにあると機運が上がる2つ目のアイテムは少し大きめの鉢植えなんですね。これはリビングの窓が大きめのお家に効果的なアイテムなんです。で、リビングの窓が大きくてね、景色がよく見渡せるお部屋はとっても素敵なんですけれども、家に入ってきたエネルギーが窓からどんどん逃げてしまうんですよね。なのでせっかく入ってきた機運のエネルギーがそのまま外へ逃げていかないように、窓の中央あたりにね、ちょっと鉢植えの植物を置くとエネルギーが流れ出てしまうのをセーブできるんですよ。そしてリビングにあると機運が上がる3つ目のアイテムは、山や森などの大自然が描かれた絵画や写真がいいんです。特にリビングに窓がないお家はね、ぜひ用意してみてほしいなと思います。窓が大きすぎたりね、窓がたくさんあると家に入ってきた運気が外へ出ていってしまうのですが、逆に窓がないと行き詰まりの象徴になってしまうんですよ。なぜかうまくいかないとか障害が起きてしまうこともあるんですね。なのでリビングに奥行きがある、運気が満ちるのに十分なスペースがあることを感じさせるために、大自然を描いた絵やね、写真でいいですからね。ね、そういうものを飾ることがおすすめなんです。そうすると機運のエネルギーがたくさん入ってきてくれます。で、この機運のエネルギーがたくさん入るおかげで機運が急上昇してね、お金がね、なんかタンスからちょっと出てきたとか、あとポッケからね、お金が出てきたとか、そういうことが多くなったりするんですよね。そしてもらい物が多くなったっていうことが起きてきます。結構ね、ポケットからお金出てくることってありますよね。で、私だけかわかんないですけど、出てくることあるんですよ。なのでリビングを機運上げる空間にぜひしてみてね。そして開運アクション3つ目は、高級なものに触れる。高級なものを買うのにとってもいい日なんです。この日ね、高級ホテルのラウンジに行くとか、高級レストランに行くとか、高級なものを売ってるデパートに行くのも吉。ちょっと高級なものを買いたいときはね、この一粒万倍日に買うのがおすすめです。
そういうね、フキっていうね、まあ、富の木って書くんですけど、フキのエネルギーに触れるのは次につながるので、すんごくいいですね。なので、こういう高級なね、場所に行くっていうことを、ちょっとね、行きたい方は行ってみてください。で、この日も27日引き続き、幸運や金運パワーのエネルギーが流れてるので、運をいっぱい動かしてね、運のポイントを貯めていこうね。それが幸運や金運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきて、お金や幸せがどんどん巡ってきます。だから自分の心地よさを意識してね、大事にすることも開運アクションなんですよ。なので、一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK ですから、楽しんでお過ごしください。それでは、一粒万倍日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、願い事をぜひね、このコメントに書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入る。そして、ね、こういうことってすごく自分が楽しくなるし、波動が高いところに書いたら、それを早く、本当に早く引き寄せることができます。なので、ぜひね、書いて、ね、どん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 願いを叶えていきましょう。それでは、みんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもコメントありがとうございます。なんかね、このおまけが好きっていう人がたくさんいて、とっても嬉しいです。で、今日ね、ちなみにですけど、今日の開運フードにお寿司があるけどね、みんなネタは何が好きですか？私はサーモンとウニとイクラです。みんなも教えてね。あとは、締め。じゃあねー。